それではハイジャックを進めろスドロップいきましょう。ナノさんのトラックフリーダム、ユーマくん、コーサン X、ミネバーゴさんのスタロー、アンマさんのターンエランダムでお願いします。はい、この両方へ向かいます。ちょっと待って、これはどうするか。ラストフリーから踏み台は行きましょう。ラストフリー一杯しかいないんだよね、今日は。さあ、直進勢とナノさんの組んで、ミネバーゴさんとアンマさんの組へ。さあ、どうする。まずは、ナビのフリーと、あれこの分断のプンストレーで持って。さあ、ファインガムがちょっと5番、届ける。横行こう。押し込んでくる。圧倒性能がいい、ストライクフリーダム。横行こう、圧倒性能がいい。あるね、あの、ストーリーが出ますから、一戦出てこいよ、みたいなね。そんな感じですね。さあ、いなって、横のね。途中、さあ、これはありませんか。ちょっと他人が出て。さあ、エペーの赤いとね、ドクランディングが出されていないとか。横、強い。魔法が浮かく。完全にコストの魔法が浮かく。エペーが強いかもしれない。落として。これはトラブルの一戦正義。できるか。兄弟。さあ、ハンマー押さえるわ。パーエンスはこれ、なんとか粘っていきたい。カリクリの見えているか。ドラムーン。さあ、動けて。スタッフ、ターンエイの応援者の今の打っていた。さあ、逃げるか。じゃあ、ちょっと。先生、ライフル打って。これワンちゃん体力的にはあるぜ。かかと落とし。そしたらこれが大きいぜ。やはりこの足は横向き強いのがある。さあ、バイオンパイプを捨てていいって言えば、ここでさあワンちゃんだぜ。スタッフがいらっしゃい。横向き最初のカサーレンゲー全員一振り大きいよ。勝利したら奈良さんの一振りと、ゆうなくんのバイクをやりますので、大丈夫になります。じゃあちょっとスタッフに一旦固定にしてもらいますんで、あれ近くにいる？いる？あれ？いない？さあ、それでは固定にしたので、まずは勝ち組の千秋姉さんとカイザーさんがペアで座っていただいて、で、まあ、あちらのこちら側は、ご自由にやってください。七瀬さんの一振りと、エスナ君の三振りで固定にしてください。まあいいんじゃないですかね。横が強いし、みたいな。ドラグーンやってる方やれば魔法の横すぐですよ。あ、ミスったライフルみたいなね。ドボって言ってくれるって。まあ、立ち上がったんで、じゃあ、やっていただきましょう。カイザーさんと千秋丸さんはペアでやっていただいて、ユーナ君と七瀬さん、やっていただきましょう。固定戦で、七瀬さんとユーナ君、3000ペアが勝てば、一旦シャッフルで、全員負け組にして、緩めて、固定流の、このチャイキングマンさんと、カイザーさんが勝ったそのまま優勝ですね。三郎さんのコストに被せてね、ウィングと、なんだっけ、ウィング、シナンジュ対、シナンジュと、ファーストとダブルゼータか、何被せてもいい気がするわ。さあ、次回3戦2戦合わせてくる。これ何すかな、退屈かな、行きましょう。直進で見てみましょう。割れて全然こいつはペアなくてね、これ、みたいな。さあ、まずは岩田見る。こっち3000って。さっきの試合の印象ありますからね、ちょっとどうなるかっていうのがわかんないんですよね。普通の手織りに、捕らわれない戦い方をしているからちょっと怖いっすね。さあ、岩田見る。ドラグーン。一回ちょっと荒らして。バブ、よく来て。バブ、ハヤト。ハヤト見逃げて。タコリの方。まあ、ハヤトのバブミスなんでちょっと怖い。で、横風強い。やはり横風。やはりこう。さあ、うまく右側から満足。食らって。後ろだけ、そっち、ガロロ。あれ、格闘判定のやつはちょっと危なかった。ちょっと、よく見て。さあ、ブー。さあ、エネコ中、刺さって、これはちょっと怖い。これはちょっと体育ずっと捉えたんでもね、応援に期待がいるんで怖いですね。さあ、うまく捉えると思って、ドビューと巻いていくぞ。
ブラジル人、よし、囲んで、さあ、東京ミリーは、でも、微妙にこっちの方が不利なんですよ、と、そんな感じ。神の国への引導を渡してやろう。神国、神国。さあ、早く危ない。台風、ガード。ガード、ガード、ガード。しっかり避けて。さあ、何か、ソフリが、インパクトしてくれている。逆に切り返して、韓国、韓国。国産メイン、コマンドで、なんとか、なんとか余裕に勝って、ストフリが押し込んでいく。メインやめて、モビタル、モビタル、ダンスやるぞ。じゃあ、ちょっと一旦ここで、シャッフルに戻してもらって、優勝決定戦やっていきましょう。いいゲームだな。よし、今日からランクまで僕もストフリ使うぞ。前に出るわ。前に出ますっていきなりね、指令を送っていく感じで。で、相方から、って。さあ、じゃあ、あとは、カイザーさんと、ジャキマンさんは残りの機体で、ナナシさんと、ミルナ君は、そのまま同じ機体使っていただいて、優勝決定戦していきましょう。さあ、ドッグファイトライブ最終戦やっていきましょう。完全コスト2500円、どうするか。組んでいく組んでいく。どうすっかな。俺ちょっともう一回見ていい、これ。見たい、見てえわ、見てえわ。勝とうが負けようが関係ねえ、みたいな。さあ、踏み込んでいく。この踏み込んだ風車量を生かして、風車量が奥の方に踏み込んでいく。そして、ランチを誘って大丈夫なパンサー。からと、タイプとの M 選手を味わって、お前して、脱がさないおい、脱ぐんじゃねえよと、格闘を突っ込んでいく。さあ、これ、ランチやはり、格闘で、しっかり反対していて、張ってくれ。あちらもタイプ狙いに行ってね、何度もするしかないんでね。まあ、しっかりこのショット当たってるんで、タイプが、だいたい取ってるんで、2500のこれワンチャンあるんじゃないかなといった感じですが、結構許さない、この体力さ。さあ、これが振り出すと危ない。チェーニングヒントは楽しみだ。これ絶対大きな取りだけど。さあ、落として、中央にアドラティック、避難所かかって、なんとかいなって。絶対に残せねえぞと。絶対に残せねえぞと、切っていく。ワンチャンタランプスはここで覚醒が取ってって、逃げれるか。ずっとすら取って、もうなんとか逃げるんじゃねえか、このリーダーから。さあ、バルブからの、カッコ、押し込んで、さすがの、タイムはバック、ファイル勝利したのは、ナナシさんと、ユリノ君、本日の優勝、おめでとうございます、ナナシ。さあ、惜しくは、ニーフスラシア・ヒラメさんと、カイカさんは本日、ニーフスラ、おめでとうございます。いやちょっと腹いっぱい。じゃあ、優勝戦なんていただきましょう。じゃあ、ちょっと前パクっといて、ゆうらくんから行きましょうかね。じゃあ、ゆうらくんどうぞ。ちょっと前パク強すぎて、俺、2点越しみたいな感じになっちゃったんですけど。じゃあ、前パクお願いします。ご協力のお願いして、現地でやってくれた皆様、どうもありがとうございました。まさか優勝できると思ってなかったんで、まあ、また今度、それでまたやりたいんで、まあ、犠牲になる人、よろしくお願いします。いやー、本日はありがとうございました。よし、じゃあね、とりあえず優勝者決まったということですが、どうすんのかな、とりあえず後の日程、戦後さんいた。あ、どうする？エキシビジョン的なのやる？いつも通り。まあ、やっとるときはやってるけど。1000万かエキシビジョンやる？はい、じゃあね。もう一回追できる。はい、ような。じゃあ、どうすんの？固定にしじゃあ、一旦固定にしまって、もう一回奈良さんが追求できるぞ、ヤッホーって言ってるんで、エキビジョンやってみましょう。じゃあ。エキビジョンマッチ、本当これはやってますね。なんか原作再現始まっておりますね。けどまあ
いやもう、これ流したんでしょ。そう、展開してます、前出ます。とりあえず、来ます。で、まあ、あとこれ、ぶっと届くんじゃないかな。で、スープ、スープでしょ。で、あとは横か上部に続けるだけみたいな。こんなゲームが始まると思うんですけど。おっと、ブーカが当たる。カルマ拾えないけど、なんか、あとこの人、交代のレジを外してる。さあ、はい、横かく、1回目。多分、また触れると。さあ、ブーブー、ブーカがある。2セット目、3セット目。確定技抱いて確定技取り落ち。さあ早い、まだ50秒分しか待ってないから。なんかよくわかんないうちに終わっちゃいました。おめでとうございます。とりあえず時間が余ってるんで、1時間半じゃあ残り、5時まで、フリップにしますんで、大会出場者の方フリップお楽しみください。面白い動画があったら後で何か載せるかもねってことでお願いいたします。じゃあとりあえず開会の言葉をいただきます。今回第8回ってことで、新宿のスポランさんをねにお借りして、まあみんな普段バーサスはちょっと狭い場所なんで、まあ見に来れるっていうことで結構見学者の方が多かったかなっていう印象ですけど、まあいい大会になってよかったなと思います。まあいろいろ病欠の欠席とか当日ちょっと体調悪くて出れないとかいろいろありましたけど、まあこういう機会をねいろいろ作っていけたらいいかなって思いますんで、また今後ともね戦国会の方よろしくお願いいたします。それで第8回、戦国会、新年スペシャル新宿の乱を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ということで、立ち上がりましたら1000個というの設定ですね。大体設定と同じ台になりますが、皆様フリープレイ、5時まではやってるんでモンメンタルにお楽しみください。はぁ、確定用語で変わされてる。ははははは、勝手に行けろって言ったら、なんか振り回す男の子の顔みたいな。